ウェル選手が、ね、そうですよね、後半戦で、ね、抜けた選手いて、それで、かなりね、そういう形でね、昨日のゲームなんか見ますと、逆にね、結束力を強くしたと、そんな感じは しましたね。逆にまとまりがね、今日のゲームでは、さあどうでしょう、スワローズはドラゴンズ戦初登板の荒木、そしてドラゴンズは今中でした。その今中からスワローズが2回の裏に3点を先行しております。さあ荒木、1、2回はピシャリ3人ずつでした。3回も快調に行きます。三村はサードゴロ、ワンアウト。そして8番の中村は三振で簡単に2アウトを取りました。9番の今中、2、3から7球目空振り三振と思ったらファールの判定。そうですよね、キャッチャーがねちょっと腰浮かしちゃったでしょ、はい、審判ちょっと見えてなかったですね。あ、判定はファールチップ。いや、ちょっと荒木にはちょっとかわいそうだなってね感じはしたんですけどね。まあ嫌な感じはするでしょうね、まあでも判定出たもんはねしょうがないですからね、はい。そして結局今中は綺麗にセンター前に返します。まあ、得てしてこう飲むんでしょうね。ですね、ツーアウトランナー一塁、なんか嫌だなというふうに思ったでしょう。トップの種田一発、本当にね嫌だったですよね、まあ、種田もね低めのこのシュートをうまく打ったんですけど、ちょっとやっぱコース的に甘かったですね。あ、そうですか。7号ツーラン、3対2、1点差です。さあ5回のスワローズ、ツーベースヒットのジョーがセカンドにいます。3番の古田、この人はバントができる3番バッターです。ジョーは三塁に進みます。2アウト後、5番の池山、この人が出てまいります。昨日は4安打4打点、乗ってます。復帰して頑張ってますね。そうなんですね、もう完全にもう怒ってますよ。完全にコースに、ね、逆らわないでね、うまいねこのバッティングしてますよ。4対2、2点差。さあ今日のドラゴンズ粘ります。7回、ワンアウトから三村が初球打ち、センター前ヒット。そしてドラゴンズベンチはピンチヒッターの彦野を送ります。この大打策的中。そうなんですね、これもシュートが甘いんですけどもね、はい、この相対的にね荒木のピッチングを見まして、僕は良かったと思うんですよ、まあ、反省材料としてこのシュートが甘くなった、ホームラン一発を浴びたということでね、今後のね登板にはつながるピッチングが僕はしたと思いますね。さあ4対4同点です。7回のスワローズ、2アウトランナー1塁で池山、2、3からフォアボール、そしてパスボールも絡みます。矢野が後逸、これね、広沢がサードまで行ったのは、ね、大きいと思うんですよ。というのはね、この鹿島投手はね、はい、結構フォークボールをね、投げるんで、これは投げにくくしてるとは思うんですよね、サード行ったことで。そこでピンチヒッターの新井がカーブを叩きます。カーブ高めいってますからね、5対4スワローズが勝ち越しです。しかしなんです、今日のゲーム8回2番手の山田から2番の立浪が同点のホームラン8号。おそらくねこのフォークのすっぽ抜けだと思うんですけどもね、ここのところこの山田投手はね結果出してないんで、かなりプレッシャーあったと思うんですよ。でもここは、頭から高津が行ってもよかったんじゃないかなというね感じがしたんですけどね。並びました。さあ9回の裏、ジョーです、必死のバント、とにかく出塁したい。延長は5面の内野安打、ヘッドスライディング、ノーアウトランナー1塁です。そして3番の古田、ヒーローはこの人なのかな、違った古田じゃない、サードへのフライ、ワンアウト。そういえばサヨナラ男のハウエルがいなかったなと思ったら、私がいました、広沢霞。広沢13号、サヨナラツーランでゲームセット、見事な一発でした。広沢頑張りました。後半戦始まってからずっとチームにエラーしたりね、迷惑かけてて、引きずらないようには頑張ってたんですけど、だいぶ引きずってました。しかし苦しい試合続きますね。もうこれヤクルトの持ち味ですから、粘りに粘って勝っていきたいと思いますけどね。今シーズン11度目のサヨナラ勝ち、スワローズ3連勝で貯金が9です。明日はゲームお休み、さよならでツバメが嬉しい花休め、はい、ありがとうございました。